中山泰之の今夜もデスマスク。アシスタント担当してくれるのはシロくんです。こんばんは、シロくんです。よろしくお願いします。それじゃあ自己紹介いっとこうか。あ、自己紹介ですね。ありがとうございます。僕シロくんはですね、もう中山さんに会って十数年経ってるんですけれども、最初会った時は正直そこら辺にいる兄ちゃんだったんですよね。でもある時、中山さんと話してる時に思ったんですよ。この人何か違うなって。それに動かされて十数年、僕は中山さんと一緒に歩き続けています。そして西日本のロックンロールシーンを変えようとしています。そんな中の、バックアウトの中の一人のメンバーが僕らです。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今、X のサイレントジェラシーの PV を流しております。今日俺の音楽のルーツについて語ってみようと思います。はーい。中山さんとの音楽との出会いっていうのはいつだったんですか？最初に聴き始めたのは X でジギーだね。X にジギー、あれですね、一般的に言われるビジュアル系お化粧バンドって言われる人たちですよね。やっぱそのそういうロック、そういうルックスっていうのはやっぱかっこいいと思うし、宗教のね、はい、一つに未だに支持してる人結構いますもんね。未だに追いかけてるみたいな、その追い求めてる姿を自分と重ねてるっていうところもやっぱあるんですかね。ちょっとそれは違うけど多少は、うん、多少は、やっぱいつかは X のメンバーを超えたいっていう、 G のメンバーを超えたいっていう、そういう思いでやっているんですか？それはまた違うかな。あ、それとはまた違うという、まあ、神は神で、はい、俺もまた違う宗教を始めようかなっていう。違う宗教ですか？違う宗教を始めようかなっていう宗教の勧誘を今からしようかなっていう、違う形でお布施をいただこうかなっていう。あ、違う形でね。具体的には中山さんはどういった、まあ、聞いていただいてる方もいっぱいいると思うんですけど、中山さんのやってる音楽っていうのはこういうのだよっていうのを、まあ、中山さんの言葉で説明してもらえますか？そうだね、まあ、印象的なサビとドライブ感。そうなんですよね。まあ、一言で言うと、一言で言うと分かりやすさみたいな。聞いていただいてる方は分かると思うんですけど、中山さんの曲はね、印象的なんですよね。まあ一度聴いたらは忘れられないみたいな。そんな印象的な曲の中でも、中山さんおすすめの、これは印象残りをキャッチーだよっていう曲はありますか？まあ数えきれないティアーズ。あの巨匠とあれですね、コラボレーションしたと言われている作品ですね。そうですね。それはどういった、経緯でその方とコラボレーションすることになったんですか？まあ肩がすれ違ったようなもんだよね。当たったようなもん。天才同士がもうやるかと。そうなんですか。いっぱいやるかと。顔が広いんですね。まあ勝負ですね。タモさんほどじゃないけど。タモさん。まあタモさんほど。に一番近いんじゃないかとスパールドぐらいじゃ言われてるんだよね、新世界では。あの国民的なお昼の顔のほどではないけれども、俺も顔が冷やよと。もしかしたらいいともしょテレフォンショッキング出れんじゃねえみたいな。あ、出れんじゃねえみたいな。あ、ファンの皆さんはそれ期待してると思いますよ。そうだね、いいとも三万五点ね、あとほぼ100円100均ショップ、あれはやっぱ出たい。
ああいう番組を見られるんですね。500均ショップにみたい。あの人気お笑いコンビがやってるあの番組ですね。人気お笑い。あえてちょっと番組を設定させて。そうですね。まあ初めて中山康之を知ったよっていう人には、まあ、数え切れないピアズを聞いてくれという感じですね。まああとはデイズ。代表曲ですね。うん。ラデイズを聞いていただいたらということですね。